そのシャンプーよりもトリートメントの方が根元につくと刺激が強かったりします。どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、ヘアケアについて、紹介するんですけど、多分ね、皆さんね、知らず知らずのうちにやってることって結構あるかなと思って、それのね、間違いを5つ紹介していきたいと思います。まず1つ目なんですけど、アイロン前のアウトバストリートメント、ね、こういうのって使用されてる方も結構多いかなと思います。寝癖直しだったりとかにね、使用されてる方も。で、基本的にその代表的なやつ、ミストとかもそうなんですけど、こう乾いた髪の毛につけるじゃないですか。つけてそのままアイロンだったりとかね、固定をされる方も結構多いかなと思うんですけど、それやると非常に痛みます。むしろ逆効果になってしまうので。で、裏のね、パッケージだったりとかにもね、使用方法って書いてるんですけど、シュッシュッとつけてからしっかりと乾かしてからアイロンだったりとか固定を使用する、そういう風に書かれているので、絶対に濡らした髪の毛から、高温のね、アイロンだとかコテを、やらないでください。絶対にしっかりと乾かしてから、使用すると、効果が得られるかなと思いますので、ぜひね、そこら辺は一つ気をつけてください。次に、ブラッシングです。で、ブラッシングをね、皆さん大体無意識だと思うんですけど、何回かね、YouTube 上で、言わせていただいてるんですけど、無意識の間に根元から溶かす方って結構多いかなと思います。そうするとね、絡まりだったりとか、あとね、切れ毛の原因になったりもする可能性があるので、絶対に毛先からもう優しく溶かしていくっていうことを心がけてください。この前もね、お客様でブラシね、新しいブラシがあったんで、ちょっと溶かしていいっていう感じで、どんな感じかっていうので、お渡ししたんですよね。で、目の前にこう溶かしてもらったんですけど、その時に、もう、多分無意識なんでしょうね、僕と会話をしながらなんですけど、思いっきり根元からガッていっちゃって、絡まってしまったっていうことがあったので、普段はね、毛先からこうやったりとか、意識されている時はやってると思うんですけど、無意識の間にやったりすると根元からいってる可能性があるので、そこもね、本当に気をつけてあげると髪の毛って変わるので、まず気をつけてください。次に、1日の中で何回もシャンプーすること。これはやめてください。特に、スポーツした後だったりとか、朝起きた時にね、シャワー浴びる方も結構多いかなと思うんですけど、その時シャワー浴びたら、もう普通にシャンプーしちゃうじゃないですか。これをやっちゃうと、本当にね、頭皮の油分だったりとかをね、結構落としてしまう可能性があるので、そうすると、お肌のトラブルですよね、頭皮トラブルがあったりとかね、ふけ、かゆみが出たりとか、炎症が出たりとか、こういったことになってしまう可能性があるので、ぜひね、一日の中では、もう寝る前の一回だけのシャンプーにしてください。トリートメントを根元につける。これは絶対にやめてください。特にね、シャンプーだったりとかもね、強めのシャンプーはあんまりこう敏感肌の方は使わないでくださいね、みたいな感じでね、前にもね、何回かお伝えさせてもらったこともあるんですけど、そのシャンプーよりもトリートメントの方が根元につくと刺激が強かったりします。なので、トリートメントはあくまでも、髪の毛につけるもの、絶対に頭皮にはつけないでください。じゃないとね、頭皮に炎症を起こしたりとか、頭皮トラブルになる可能性が結構高いので、トリートメントの方が。なので、絶対にトリートメントは根元につけないようにしてください。もしね、詳しく聞きたい方は、これに関してね、コメント欄に結構書いてもらえたら、詳しくまた説明させていただきますので、コメントください。あとは最後に、乾かすときですね。無意識っていうことがやっぱりね、さっきのブラッシングもそうなんですけど、無意識に絶対皆さんで乾かしてるときっていうのは毛先ばっかりドライヤーが当たってるんですよね。そうなると毛先のダメージが本当に出てきます。いくらいいドライヤーを使ったとしても、乾燥だったりとかね、パサつきの原因になったりもしますので、絶対に乾かすときに関しては根元から乾かす。で、根元を本当にしっかりと乾かして、でから、最後、中間、毛先の順で乾かしてあげると、かなりね、いいドライヤーの効果もかなり得られるかなと思いますので、今日ね、お伝えしたヘアケアの5つ、これをね、しっかりと守ってください。これだけでもね、髪の毛がね、綺麗になってくるかなと思いますので、ぜひね、このヘアケアはしっかりと覚えておいてください。はい。
この動画が良かったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。これについてのね、コメントだったりとかね、聞きたいことっていうことがあったら、また言っていただければお答えしますので、ぜひ皆さん、コメントもどんどんください。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。